土曜朝8時30分から見てね。生物、生き物、多様性、いろいろ、みんなつながってる生物多様性の輪を。土の中の生き物。こんにちは。こんにちは、しまじろう。今日は土の中の生き物を探しに行くよ。僕は生き物の面白さについてみんなに伝える仕事をしてるんだけど、土の中にも面白い生き物がたくさんいるんだよ。ミミズだったら知ってるよ。土の中にはミミズの他にもたくさんの生き物がいるからね。わ、見に行ってみよう。うん。木をどかして見てみるよ。うん。土の中の生き物は地面にあるものの下によくいるからね。そうなんだ。そーっとどかしてみると生き物がいるんだよ。あ、ダンゴムシだ。僕ダンゴムシ知ってるよ。ダンゴムシだね。他にも小さなヤスデやアリもいる。ナメクジもいるね。あ、ハサミムシもいる。これはオオヒラタシデムシの幼虫だね。これは何？細長いカタツムリみたいだけど。これはキセルガイだね。カタツムリの仲間だよ。場所によってはトビムシの仲間がいたり、ダニの仲間がいたり。トビムシやダニを食べるカニムシがいたりするんだよ。食べちゃうんだ。動かしたものは優しく元に戻してね。わかりました。こういう石の下にもいるんだよ。石の下に何がいるかな。何かいた。よく見ると小さな生き物がいっぱいいるよ。いっぱい動いてる。落ち葉の下にもたくさんの生き物がいるよ。落ち葉の下にも。優しく落ち葉をどかしていくと、ほら、ミミズがいる。ミミズは日本だけでも500種類以上いると言われているよ。うわ、すごくたくさんいるんだ。ミミズの違いを観察しながら見てみても面白いよ。土の中の生き物は何を食べているの？土の中の生き物は落ち葉や土の中にあるいろんなものを食べているよ。落ち葉や土を食べているんだ。解説さんだよ。土の中にいる生き物のことを土壌生物と言いますよ。土壌というのは土ということですな。土壌生物が落ち葉を食べてくれないと町が落ち葉で埋まっちゃう。でもミミズやダンゴムシなんかの土壌生物が食べてくれるおかげで町が落ち葉で埋まらないってわけ。土壌生物が落ち葉を食べることを分解と言いますよ。覚えておいてね。分解の面白い実験があるよ。分解の実験。小さなケースに落ち葉とダンゴムシを入れておくと2週間ぐらいで落ち葉を全部食べちゃうんだ。食べちゃった。分解すごい。土の中の生き物ってすごく大事な生き物なんだね。ねえ、僕あっちの土の中も見てみたい。うん、見に行ってみよう。しまじろうの輪を土曜朝8時30分。